進行変わりまして、飯田がですね、まずフィリピンからご説明をさせていただきたいと思います。早速各国の会計の概要からですね、ご説明させていただきます。左側、フィリピンから申し上げますと、フィリピンの会計はですね、主に会社法、と、内国歳入法というものをもとにですね、制定されております。会計通貨、ペソとなっておりまして、基調言語は基本的な英語となっております。帳簿の保存期間、2013年に法改正がありまして、現在は10年となっております。で会計期間、原則として歴任による12ヶ月と書いてあるんですけれども、こちらは会社様ごとにですね、12ヶ月の事業年度で設定していただくこともできます。させていただきます。財務諸表の作成義務としてはですね、決算日から105日以内に作成し提出をしなければなりません。会計基準なんですけれども、じゃあ原則 PFRS というものをですね、全ての事業体に適用と書いてあるんですけれども、これは IFRS という国際会計基準と同意と考えていただいて大丈夫です。ベトナムはですね、ベトナム会計システムを使っておりまして、会計通貨はドンになります。基調言語もすべてベトナム語になっております。なので、私たちにとっては少し難しいというような形になっておりまして、帳簿保存期間は5年、10年、また永久保管。で会計期間は原則1月1日から12月31日。財務諸表の作成義務はですね、少しフィリピンと違って原則決算日から90日以内という決まりになっております。で最後にチーフアカウントなんですけれども、こちら外資企業に義務付けられております。で初年度は必要ないんですけれども、2年目以降から必ずチーフアカウントが必要になってきます。で続いて両国でですね、主に使用されている会計ソフトについてご説明させていただきます。左側フィリピンですと主に3つですね、ゼロ、カシュー、クイックブックスと、ロゴもこんな感じになっているんですけれども、弊社としてですね、お勧めしている会計ソフトは一番左のゼロというものになります。で別にですね、国際対応会計ソフトということでグラシアスというものがあるんですけれども、こちら多言語、多通貨対応とはなっているんですけれども、フィリピンですね、英語での基調ということになってますので、多くの企業様の場合ですとゼロこの部分を利用していただいている企業様が多いのかなというところです。ベトナム会計ソフトはですね、 FAST パストというものと MISA ミサというものが主にございます。で多くのお客様はパストを使っているという印象でございます。でこちらやはり全てがベトナム語になりますので、お客様によっては、国際対応会計ソフトグラシアスというものもというソフトを使っているお客様もいらっしゃいます。続いてですね、フィリピンおよびベトナムの税制というところに移ってまいりたいと思います。まず両国の個人所得税からご説明をさせていただきますと、フィリピンですね、フィリピンの個人所得税、納税者区分というところで、フィリピンでの年間課税所得が25万ペソ、日本円で約50万円です。を超えるフィリピン居住者、もしくは非居住者の方が対象になっています。課税区分は 0% から 35% の累進課税となっているんですけれども、じゃあ今書いてあるこの25万ピソまでの方が 0% となりますので、実態としては25万ピソを超える方々が免税をされるというような印象を持っていただければと思います。で課税年度、基本的には1月1日から12月31日となっております。所得控除についてなんですけれども、基本的には基礎控除、扶養控除、減量控除ともにございません。新税法2018年に撤廃になっているんですけれども、代わりに25万ペソを超えない限りは 0% となっているので、他国と比べて納税が多いというわけではないので、そこはご安心いただければと思います。ので、残っている控除としては特別控除、13ヶ月給与の10万ペソのみが控除の対象。
はい、ベトナムはですね、納税者区分は居住者、非居住者によって分けられます。で、居住者っていうものは183日ルールですね。183日以上滞在した場合居住者、それ以外が非居住者というふうに分けられます。で、課税区分も同じように、居住者の場合は全世界所得で、非居住者の場合はベトナム国内だけの所得ですね。それで計算されます。課税年度はですね、フィリピンと同じ1月1日から12月31日までとなっておりまして、で、所得控除はですね、個人控除は1100万ドン、約5万円。こちら最近です。7月に変わりました。で、扶養者控除も440万ドンと2万円になり、寄付金控除もですね、支払い額、政府認定の団体等に対する寄付のみ控除される形となっております。なので、まあ、控除の部分に少し掘り下げてまいりますと、まあ、フィリピンですね、左側すべてなしになっています。で、こちら、ベトナムのご説明。はい、ベトナムはですね、基礎控除は無条件で1100万ドン5万円控除されます。で、扶養控除には少し条件がありまして、まあ、こちら今3つ書かせていただいたんですけれども、実際はもう少しございます。で、1つ目は18歳未満の子供がいる。で、2つ目は就学中で月収100万ドン以下のお子様がいらっしゃる。で、3つ目は所得のない配偶者ですね。男性の場合は60歳以上、女性は55歳以上というような条件がございます。あとはですね、障害を持ったお子様がいらっしゃるですとか、もうちょっと、あと2つぐらい条件があるんですけれども、もし、知りたい方いらっしゃいましたら、個別にまたお申し付けください。で、扶養控除はですね、440万ドン、月2万円控除されます。で、寄付金は先ほど説明した通りで、社会保険控除というものもございまして、社会保険、健康保険、雇用保険といった強制保険の保険料が控除可能個人負担額となっております。個人所得税に引き続き、この国について法人税に移ってまいりたいと思います。左側、フィリピンですね、納税の対象となる法人は、内国法人、居住外国法人、非居住外国法人の3社となります。で、課税年度、先ほども申し上げたように、歴年採用されているんですけれども、会社が規定した12ヶ月間からなる事業年度であれば、こちらは認められます。で、親会社様の決算日と合わせて設定していただくこともできます。で、所得計算、課税所得というところで、ざっくりと小所得から必要経費を差し引いた金額となっているんですけれども、まあ、これに対して事業用資産ですとかの売却益だったりですとか利息といったものを含んだものが、まあ、課税所得となります。ただですね、預金の利息であったりですとか、まあ、受け取り配当金といったところ、あとは事業用資産を売った時にキャピタルゲインの部分ですね、こちらは控除されて計算されますので、ご注意ください。で、税率、課税所得に対して一律 30% となっております。ASEAN 諸国と比較してですね、この税率かなり高い税率になっているんですけれども、後ほど伸びさせていただきます新税制改正があってですね、こちら引き下げが検討されてますので、後ほどご説明させていただきます。申告の付は四半期とあと決算の時にしていただく必要があるんですけれども、四半期前に終了後60日以内に予定納税というものをしていただくのと、あと決算後ですね、105日、3ヶ月と15日以内に年次の申告と納税というものをしていただくといった流れになります。ベトナムの法人税はですね、スライドが1個前、すいません、ベトナムの法人税の課税年度はですね、原則は歴年1月1日から12月31日なんですけれども、会社様によって3月、6月、9月と選ぶことが可能になります。で、所得計算はですね、事業活動に関連して実際に発生した費用のみ損金算入可能になっておりまして、で、また
欠損金はですね、5年間の繰り越し控除が可能となっております。で、税率なんですけれども、標準税率が 20% になっておりまして、しかしですね、ここに注意点がございまして、石油ガス等資源の関わる会社様はですね、32% から 50% かかってきます。しかしですね、優遇税率等もございますので、またご相談いただけたらと思います。で、申告納付はですね、各四半期末から30日以内で、事業年度末から90日以内に確定申告というような決まりになっております。はい、で続いて、ASEAN 独特の税ですね、付加価値税、通称 VAT といったところをご説明させていただきます。左側フィリピンのから参りますと、納税義務のある方はですね、事業として経常的に資産の譲渡等を行うものがあるんですけれども、こちら年間の売上高がですね、300万ペソ未満である事業者の方は免除となりますので、年間売上が300万ペソ以上経つよという方は基本的に納付いただくという印象を持っていただければと思います。どういった取引に課税されていくのかというところ、ざっくりと2つですね。フィリピン国内で資産の売買ですとか、役務の提供といったところを行われる方、またはフィリピン国内の物品等の輸入をですね、される方に対して VAT が課税されていきます。申告は月次単位と四半期ごとと2種類ございまして、基本的には月次単位の申告と納付というものを行っていただくんですけれども、四半期ごとに四半期の報告書というものを提出していただくような流れになります。税率は 12% なんですが、輸出取引ですね、輸出品や輸出される方への物品の加工といったところを取引を行っている方に対しては免税となります。納付期限は毎月翌月の20日まで申告をしていただくのと、四半期の場合ですと各四半期末翌月25日までに申告納付をしてくださいとこうなっております。輸出取引免税申し上げたんですけれども、非課税の部分ですね、こちらの場合が大きく3つございます。食用および飼育用の加工状態に分離される家畜の取引をされている方、あと一定の家財ですね、をフィリピン国内で輸入される方、もしくは教育サービス、認定私立校や政府系教育機関のサービスを行っている方は非課税となっています。ベトナムの場合はですね、納税義務者は課税対象取引を行うものになりまして、個人法人は問いません。で、課税対象なんですけれども、課税対象品または課税対象サービスをですね、引き渡した時に課税されます。で、またですね、輸入した時にも課税されます。で、申告はフィリピンと同じで月次または四半期ごと、で、税率はですね、基本税率 10% となっております。しかしですね、政策的な理由から 5% となっている取引もございますので、こちらご留意いただきたいと思います。で、納付期限はですね、月次は20日まで、で、四半期は30日までという決まりがございます。で、各種税率なんですけれども、輸出品、また輸出者への物品の加工等は、バット付加価値税ですね、バットはかかりません。しかしですね、必需品ですね、すいません、水、肥料、教育、助成、また食料品ですね、医療品などは 5% かかってきます。で、それ以外、またサービス以外のものは 10% と、このように税率が分けられております。